トウ、あなたが私のマスターか。え、マスター。サーバント・セーバー、召喚に従い参上した。マスター、指示を。これより我が剣はあなたと共にあり、あなたの運命は私と共にある。ここに契約は完了した。契約って何の？やめ！自らの武器を隠すとは何事か。てめえ、
調子に乗るな、タワケ。バカ、何やってんだあいつ。どうしたランサー、止まっていては僧兵の名が泣こう。そちらが来ないのなら私が行くが。わざわざ死にに来るか。それは構わんが、その前に一つだけ聞かせろ。貴様の宝具、それは剣か。さあどうかな。潜伏かもしれぬし、双剣かもしれぬ。いや、もしや弓かもしれんぞ、ランサー。ふん、抜かせセイバー。ついでにもう一つ聞くがな、お互い初見だしよ、ここらで分けって気はないか。悪い話じゃないだろ。そら、あそこでほうけているお前のマスターは使い物にならんし、俺のマスターとて姿をさらせねえ大ふぬけときた。ここはお互い万全の状態になるまで勝負を持ち越した方が好ましいんだが。断る。あなたはここで倒れろ、ランサー。そうかよ。ったく、こっちはもともと様子見が目的だったんだぜ。サーヴァントが出たとあっちゃ、長居する気はなかったんだが。その心臓もらい受ける。
中層。いや、今のは因果の逆転か。セイバー、我が必殺のゲイボルクを。あ、ゲイボルク、オミはアイルランドの光の巫女か。ドジったぜ。こいつを出すからには必殺でなけりゃヤバいってのにな。まったく有名すぎるのも考えものだ。己の正体を知られた以上、どちらかが消えるまでやり合うのがサーヴァントのセオリーだが、あいにくうちの雇い主は臆病者でな。槍が交わされたのなら帰ってこいなんて抜かしやがる。逃げるのか、ランサ。ああ、追ってくるのなら構わんぞ、セイバー。ただし、その時は、決死の覚悟を抱いてこい。待て、ランサー。バカかあいつ。